もう湧き始めたよ。開くね。コーヒー飲んでいいってこと？いいってこと、ルーティンですから。そうね、コーヒーが幸せなの俺今の原料とか。なんかね、試合が決まると、うん、日常過酷すぎて夜なんか悪夢ばっか見るんですよ本当に。そう、辛いね。辛いよ、これが。で、朝起きるとなんか毎日練習してんのに、うん、筋肉痛って取れないんで筋肉痛になるんですよ、何回やっても、うん、もうこの競技自体10年ぐらいやってるのにさ、うん、くっそー行きたくねえなみたいな、うん、そんな毎日葛藤があります。こんな感じで、このチョコレートちょっとあれだな、誘惑すごいな。もう食べないと決めたんでね。まあぶっちゃけでもあれか、昼飯食ってないから食ってもよかったか。食うなら今だよ。うまいっすね。タバコ吸いたくなるね。あ、コーヒー飲むと？コーヒー飲むと今だよ。なんで？なんかたまになる。そういうもん。俺いつからだっけ？15歳から始めて中間で少年入ったりしてアウトサイダーのチャンピオンになってからやめたから。あ、吸いたくなるんだもん。普段は全くならんけど、たまになるね。疲れてる時にコーヒーとか。ああ、タバコなのかね。現場の時の思い出が口で蘇ってるじゃなくて、コーヒー飲みながらさ。最初は酒とか飲んだ時めっちゃ吸いたくなった。でもあの時は確か吉永圭之介選手に勝ってチャンピオンになって、うん、で次にあの樋口選手と、はいはい、まあ、2階級制覇をかけて戦うってなってたんだけど、うん、まあ、あの時もそれこそ年末ではないけど12月の試合で、うん、まあ、樋口選手に唯一負けてたんかな、アウトサイダーで。だからもう2回目負けるのはありえないと思って、そこでタバコやめましたね。そっから一口も吸ってないかな。だから23から一口も吸ってないから、まあ、今6年ぐらいやめてるんですね。やめてるっていうか、もうやめたんですけど、うん、ただなんか本当の意味で禁煙したっていうのは同じ年数やめてかららしいから、ようやく俺今禁煙しましたって感じですね。うん、それでもまだチャラにはなってないだろうね。どうなんかな、もうなってそうだよな。普通に運動したりすると取れるらしいからね。あ、そうなの。一説によると思う。へ